今回ご紹介するのはブライトリングの手巻き時計。1930年から40年頃に作られたヴィンテージコレクションです。本品はフレキシブルラグケースを採用した希少モデル、ダブルプッシャータイプ仕様の CAL ランデロンハーン搭載の個性的なクロノグラフです。文字盤はヘアライン仕上げのシルバーカラー、ブラックのアワーマーカーとブルースチールハンドの組み合わせ、インダイヤルは45分積算系と永久秒針の2カウンター、外周にテレメーター、中央にスパイラル滝メーターが印象的な存在感のある風貌デザインです。ケースは 40mm 径 のラージサイズ、可動式ラグ付きの重厚でかっちりとしたフォルムです。裏蓋は SH スナップバックです。バンド取り付けはタメ殺しタイプで、雰囲気のいい社外製革ベルトを装着しています。時計ファンを魅了する存在感際立つ完成度の高いタイムピースです。ダイヤル、文字盤、シミなどの経年変化が認められます。文字、メモリのかすれ消えはありません。針、インデックスは軽く経年変化しています。ケース、裏蓋、擦れ、小傷、剥がれが認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。へこみなどもありません。風貌、擦れ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に保たれています。ベルト、社外製です。すぐに装着可能です。操作方法、ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。リューズを引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能はありません。クロノの操作は、右上のプッシャーを押すとスタートストップ、下のプッシャーを押すとリセットします。付属品、本体のみです。日差は24時間の実測で60秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。20mm 腹ベルトを装着しています。ケース径は約 40mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 53mm、 厚さ約 14mm、 風防を含むです。時計の外観コンディションや精度など詳細は
説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。